SST 量産型の軌道第19号艇とその両艇。戦後に撮影された写真。軌道艇とは第二次世界大戦期に日本陸軍が保有した揚陸艦の一つである。海岸に直接乗り上げて選手の渡し板から戦車などを上陸させるビーチング方式の戦車揚陸艦の一種にあたる。当初は特大規定と呼ばれていた。陸軍独自に開発した系列は SST、海軍設計のものは SBT とも呼ばれる。1939年に揚陸実験中のゴロ丸。マル。1930年代後半に日本陸軍は既存の上陸用州艇である大発動艇より高揚性に優れた戦車揚陸用の船舶の研究を始めた。海上トラックと呼ばれた小型貨物船を原型として開発が進められ、ゴロ丸マルや より姫丸などの改造実験などを経た後、太平洋戦争勃発後の1942年4月に、試作艇の高領が、ハリマゾー戦所において巡航した、89式中戦車重量を搭載する能力を持ち、外見は通常の海上トラックと同様であるが、上陸時には、戦手部分がアメリカ軍の LST 同様の観音開きになり、船内から、 し板が繰り出されるようになっていた。し板の構造は電動を折りたたみ式の複雑なもので小型の船体の割に長いし板を使用できる利点がある一方であまり信頼性は高くなかったと言われる。連合軍側の揚陸艦艇では中型揚陸艦に相当する規模である。速力は航海速力13ノット、最大14.5ノットであった。高の運用試験の結果。 改良されて若干大型化した、反量が建造され1943年7月末に完成した。改良の内容としては、当初の戦車揚陸専用から不評などを含む、諸兵科連合部隊の上陸作戦用に用途が変更され、不評用の小発動艇が搭載されたこと、上陸部隊援護用の軽迫撃砲が装備されたこと、ソロモン戦の戦訓をもとに自衛武装の強化が、 図られたことなどである。乗員は40名で、輸送能力は20トン級の抽選車4両とトラック1両、兵員170名、弾薬、量食3週間分であった。大型化したため速力は、航海速力12.7ノット、最大13.7ノットに低下した。この半量を基本として、量産型の建造が行われた。建造は、戦時標準船の足として、 計画造船に組み込まれ、戦時標準船のうち海上トラックにあたる小型貨物船の E 型に準じ、ES 型と分類された。そのため、海軍では機動艇のことを ES 船と呼ぶことがあった。陸軍では、高領から量産艇に至るまでの総称として SS 艇と呼んでいた。海軍から移管された SB 艇の機動第101号艇と機動第108号艇。 1947年に撮影。以上のような陸軍開発の機動艇の他に、海軍が開発した類似船である第101号型輸送艦の遺憾を受け、機動艇として使用したものがある。これは、陸軍独自に開発した SS 艇と区別するために、SB 艇と呼ばれた。用途や船体規模は禁止するが、SB 艇の方がやや大型で、船手構造が、 平面構成になっていることや、従来のディーゼル機関ではなく、タービン機関を使用していることなどが異なっている。SST と同じように、部隊配備された、試作艇である、高梁の試験結果を踏まえ、機動艇15隻を陸戦部隊と合わせて、上陸作戦専門部隊である、海上機動旅団を編成する基本計画が作られた。しかし、1943年11月に、 発令された海上機動旅団の編成では、旅団輸送隊に配備される機動艇の定数は3隻に減らされ、代わりに第発多数が配備されることになっていた。実際には、この3隻の機動艇すらも配備が実現せず、徴用した規範船などで代用された。完成した機動艇は海上機動旅団への配備に代わり、機動艇1隻とその乗員により構成される。 機動輸送中隊に配備されることになった。終戦までに30個中隊が編成された。これらの機動輸送中隊は、機動輸送隊の霊下に置かれて、輸送任務に当たる建前とされたが、ほとんどの場合は、作戦可能な中隊ごとに適宜前線へと送られ、現地所在の船舶兵系列部隊の指揮下に行動することとなった。フィリピンの戦いなどで、適正空間下での部隊や、 物資の輸送任務に活躍したが、多くが失われた。ありがとうございます。